マッチンホテル、なんだっけそれ、俺ホテル活業、なんか俺見たことあるのそれな。小倉商店のホームページ、は何、小倉商店ホームページはちょっと見べ、小倉商店ホームページあんの、ちょっと皆さん待って、僕の阿波高校っていうですね、まあ本当、立山市にある普通科の高校、普通科と英語科がある高校なんですけども、まあ、そこの、目の前に小倉商店っていうですね、まあ、駄菓子屋があったんですよね。え、昔からあるのマジで。で僕お母さんが働いてたから、お昼ご飯ね、これで500円とか600円とかねもらって、これでなんとかしてっつって僕いつももらってたんですよ。で100円のカップラーメン買って、で320円の丸ボロメンソール買ってっていう形で、もう僕の高校3年間は体の全身の細胞がもうカップラーメン、小倉商店のカップラーメンで培われてた。だから俺多分こうなっちゃったんだけど、うまい具合に自転車操業してたんですよね。で、最近ホームページ作った、ちょっと見ていいか、小倉商店、ここのわかめラーメンがうまくてよ、セブンイレブンに持ってんじゃん、小倉商店、あわかめラーメン、ここのこれかな、ここ、え、マジでこれ、ちょっと待って、平成11年9月13日、一人の男性がこの世を去りました。阿波高校のすぐ目の前、小倉商店の店主の小倉隆さんですなんでこんな最初にさ、ホームページいいんだけど、なんでこんな最初に、ちょっと拡大するか、なんでこんな悲しい始めになんだよ。どんないろんな研究や論文、始めにって大体あるけど、始めに小倉商店を紹介するいきなり寂しいじゃねえかよ。え、平成11年、今から20年、お、え、待って、あー違うじゃん、俺じゃあ俺が高校行ってる時だっていつもおばさんだったもん、だおじさんはもうそもそもいなかったんだ。それはだから別にいいんだけど、小倉のおじさんの、だすごいね、小倉商店、こう高校生を支えたんだよ。こんな俺、お、懐かしい、これ阿波高校の服、あれだわ、制服だわ、俺この学ランの下に赤いトレーナーいつも着てたわだっせんだよ、今も写真あるけどね、一応ね、この立山市内、南房総の中では一番ね偏差値が高い学校なんだけど、ちょっと悪ぶっちゃって、裏ボタンになんかこう、彩色兼備っていうね、四字熟語の裏ボタンと、俺女な男なのにね、彩色兼備っていう裏ボタンと、あと赤いねトレーナー着てたんだけど、小倉のおじさんの変換、小倉のおじさん日本兵みたいななんか服装だったな。まあこれが、え、ちょっと待って、これ小倉のおじさんとして慕われた小倉隆さんは昭和40年3月10日に東京市なんだ、芝付近、現在の港区で生まれた。ただおじさんは当時のことはよく覚えておらず、東京市であることは確かだが、芝付近であるかはかなり怪しい自分でも怪しいと言っていた。5人兄弟の三男としてすくすく成長したおじさんは、3歳ぐらいの頃家の2階から頭から落ちるという不幸に見舞われ、以後目を悪くした。なんなんだこれ、いらねえだろよ、これ必要なの、ここのおじさんがさ、3歳の頃に頭から落ちて目を悪くするっていう、まず初めにの次、なんでネガティブな、なんか初めにな、ネガティブすぎるこの本人の人生歴だな、ナラティブ。そしてその頃本籍地である富浦町に引っ越した。あ、富浦ね、ビアが美味しいとこですよ。当時富浦小学校を卒業し、阿波中って言うんだ、入学当時は男子校でバンカラだった上、軍事教育もなされてたため、かなり荒々しかった。そんな中でおじさんは物事をはっきり言う性格だったので、たびたびリンチを受けた。おじさんは目が悪かったため運動がよくできなかったらしいが、他の教科もあまり良い成績ではなかったよな。おい、おじさん死んでもなおさ、おじさんの悪いとこがこうフューチャーされてるんだけど、小倉、これ笑かしに行ってるホームページじゃねえかよ。小倉のおじさんのいいとこをちょっと教えてくれよ。運動がよくできなかったらしいがの、だって運動はよくできなかったらしいが、その分他の教科を頑張り、高校の中では、中学の中では好成績を収めたとかだったらいいけど、他の教科もあまり良い成績ではなかったそうだがじゃねえだろ、らしいがって。おじさんは5年間富浦から立山で歩いて通ってたそうだが、当時としては普通だったのこと。富浦から立山ってやべえぞ行った人、あれ、立山まで行ったことあるかな。立山自動車道 の終着点って実は立山じゃないんだよ、富浦ってところなのね。でそっからトンネル抜けて立山に行くんだけど、
大体2キロ以上あるけどな。まあおじさんとしては、当時のおじさんとしては歩いて2キロは普通と。で、アワチを卒業後、時計輸入商社に入社したが、なんかちょっともうあれなんだけど、もう見たくないが、金融恐慌や世界恐慌の煽りを受け、会社は倒産。24歳で富浦に帰郷する。一方、日本や世界はこれを機に戦争への道を歩むことになる。帰郷してから4年、現在の地に移り込み、小倉商店を設立。ああ、28歳の時である。初めのうちは順調に経営をしていたが、太平洋戦争が始まり、次第に物資の配給が乏しくなり、ついには昭和19年、経営用の物資の配給が止まり、小倉商店は営業停止。おい、いつになったら幸せの日を浴びるんだ、小倉のおじさん。やむなく池貝鉄工所、現在の立山ジャスコ隣の広い空き地、富士ディーゼル跡で軍事物資の製造に携わることになる。まだ幸せじゃねえんだな。でも幸せそうな顔してんな。おじさんは目と体が弱かったため、出征することはなく、直接の戦争の体験はなかったが、阿波中が陸軍の兵舎に変わった時、炊事班の兵隊だけが太っていたり、工場の上司が裕福な生活を送ってるのを見て疑問を感じたり、戦闘機が阿波中を、機銃操車するのを見て綺麗だなぁと感じたりしていた。戦闘機が阿波中を機銃操車するのを見て綺麗だなぁと、ちょっと少しサイコパスにもおじさんなってたんだ、少しね。でもおじさんはこう、ね、戦争に行ってる人たちが痩せ細っていて、けども炊事班の兵隊だけ太ったりとか、上司が裕福な生活を送ってるのは見て疑問を感じたり、うん、感じてたんだよな。だけどちょっとそんな中、おじさん少しやっぱりサイコパス の素質も少しあったと。でおじさんはアメリカと戦争になった時、地図を眺めてミミズみたいな形の日本が広大な世界に相手を戦って勝てるはずがない、えらいことになったなと思ったという。まあね、確かにミミズみたいなね、日本、世界は広いんだよ、暗黒大陸のように広かった。でもこんな日本は小さな国だけど、ひしひしと戦った。で戦争が終わると小倉商店はすぐ再開され、戦前と同じように商売を始めたが、お金を持っていない生徒が多く、月末払いのツケを仕方なく実施していたらしい。このツケ払いは平成の初め頃まで細々と続いてたんだって。へえ、じゃあ俺が生まれた頃ぐらいまでやってたんだ。ちょっとこれ PUBG からかけ離れたけどごめんな、ちょっと読ませてな。で時にはお金を払わなかった生徒もいたようだが、あまり多くはないですよとおじさんは語った。でおじさんおい、間をくれよ、この間を。おじさんのこの目が見えなくなった、こう3歳そして14歳ぐらいで24歳。でこれ、こっからここはさ、割とまあね、多分ここが今の俺の年ってこのぐらいじゃないかな、33歳ぐらいのおじさん。急にさ74ぐらいになってんだけど。間のおじさん教えてくれよ。でまあ、もともと小倉商店は文房具を主とし、食料品としてはパン程度に販売したんだって。俺が行った時はもう文房具なんて売ってなかったな。終戦後は物資がなく、日本橋秋葉原の問屋に直接文房具を仕入れに行ってたのこと。しかし昭和39年に阿波港内に購買ができ、文房具を売るようになると、生徒は安くて品のいい文房具を購買から買った方がいいだろうと、文房具の販売をやめ、お菓子中心に転向したそうだ。ああ、だからだね。その後は順調に経営を続け、55歳の時に糖尿病を患うが、リンゴで治し、おい、お医者さんこの中にいませんか。55歳の時に糖尿病を患うが、リンゴで治し、昭和59年にお店を改築。だが惜しいかな、平成11年の八幡の祭りの直前、高い阿波子に尽くした生涯で。なんだかそのさ、そう、ここでまあが、がは合ってるな、確かに。書いた人誰なんだよこれ。おじさんのなんかいいところ、まあ確かに生徒に優しい、なんかこう全体像ってのは伝わるんだけど、おじさんなんかこうね、子供の頃目見えなくなって、運動もできなくて、成績も良くなくてって、でなんかね、あの会社に勤めるけどクビになって、で戦争になったんだけど、あの能力がなかったから戦争には参加できずに、ただまあこう戦争を見てる中で、なんかこう戦闘機が阿波中を機銃操車するの見て綺麗だなって、なんか美的感覚を感じたり、おじさんそして55歳の時に糖尿病になるけども、リンゴで治すっていう、まあね、こうなんだろう、この民間療法をして、ちょっと長えなこれ、おじさんの。ちょっともうちょっと読むか。でも昭和52年9月24日には、これ死んでからの話だよねこれね。
生徒有志から阿波中高に尽くしてくれた講師をして表彰、その時の気持ちを嬉しいと語ったおじさんは表彰状を大事そうに店内に飾っていた。あ、これは死ぬ前か。まあね、死ぬ前のエピソード。我々のこれから小倉商店をどうしていこうと思われますかという問いに、私ももう年ですからどうしようとも思ってません。私が楽しみでやってるものですから、私が死んだらこのお店も一代で終わりですと語ったが、実際におじさんがいなくなってしまった後も家族の手によって小倉商店は続けられ、平成13年現在もまだ阿波高生の空腹を満たし続けてる。うん、俺だ、俺のことだ、俺のこと。え、リンゴの画像あった、どこにあったちえあおは小倉ゼリーと呼ばれ阿波高生に親しまれてたさくらんぼじゃねえかよ。さくらんぼゼリーは売れ筋であったのにかかわらず、生徒がゴミを散らかすからと平成6年から販売を中止。これ俺が阿波高生の時はなかったな。阿波高の西口の入り口には小倉おじさんの息子さんのお嫁さんが植えた花々が咲き、花は抜かないでください小倉と看板が立てられているだって。さまざまな話を語るおじさんの顔はいつでも優しかった。さくらんぼじゃねえな、さくらんぼの葉ってここにねえもんな、ここだよな、小倉ゼリーかっこ、しかも想像やってやって紅茶こぼしたあんだよここだけよ、お前こんなに小倉おじさんのいろいろよ、こう全体写真とかいろいろ昔の写真とかさ貴重なのがあるのによ、小倉ゼリーだけ想像なのかよその下待てよ、ちょっと俺手がしびれてきちゃったんだけど、なんか笑いすぎて。小倉おじさんにまつわるリンゴの話。おじさんが55歳の時糖尿病で危険な状態になったことがあったそうです。ちょっと待って、これもうちょっと広くしたい、ちょっとお茶飲まして一回、頭クラクラしてきた。ほら、鏡を見てみると目は真っ赤に充血して物が見えにくくなっていた。糖尿病性眼症、あれだな、糖尿病性ニューロパチってやつだ。2ヶ月くらい病院に通ったのですが治る気配がなく、これはもうダメかもしれないと覚悟を決めていたそうですが、その時ふとおじさんは週刊朝日に書いてあった記事を思い出しました。それにはリンゴが取れすぎになり価格調節のため捨てられたことに対して青森の人がリンゴは体にいいのにと嘆いたことを書かれているのでした。そこでおじさんは早速試してみようと思い立ち、紅玉というリンゴを買ってきて皮ごとすりおろして食べたそうです。そして明けくる朝鏡を覗くと、それまで真っ赤に充血した目に少しだけ白身が戻っていたそうです。これはと思い毎朝すりおろして食べ続けたところ、みるみる良くなって20日間ぐらいで治ってしまったそうです。それ以降もじさんは、私は週刊朝日の記事とリンゴで命として救われましたということで、週刊朝日を読み続けリンゴを 2,3 日おき食べていたそうです。ちなみにおじさんは命を助けてくれたリンゴのことを国民のみんなに教えるべきだと朝日新聞と青森県知事、それに広前市長に手紙を送ったそうですが、青森県知事以外は音沙汰なしだそうです。だからさ、これ悪意があるぞこれ、おい、これ作った人なんかさ、上げて上げて最後落とすからね、落としたなんかこう悪い印象しか残らないじゃないか、これ読んだ人たちに落ちにが絶対あるぞ。いい風に終わればさ、なんか良かったなと思うけど、いい話の後に悪い話で落とすんじゃない。小倉トップだって、トップに行ける。あ、これ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 、うわー懐かしい、これ小倉商店。うん、あれこれなんか全然いけない、小倉の紹介。うわー、おばちゃん懐かしい、ちょっとおばちゃん、うわー、おばちゃんクソ懐かしい。働くばあさん、このいつにさ、いつもおばさんっつって、はいはい、わかめラーメンでしょっつって、わかめラーメンっつって、いつもおかめラーメンっつったら、わかめラーメンでしょっつってさ、俺が来たらもうね、わかめラーメンくれて、でおばちゃんやべえ、今日金ねえやっつって、もう上がったよっつって、ちゃんとつけとくからって、明日には払ってねっつって、おばちゃんすげえさ優しかったんだよ。たまにさ、それでちょっと金ある時とかは、まあ焼きそばパンとかも買って、珍しいじゃない、お父さん給料日なんて言って、そういうちょっと冗談なんかも話してたんだけども、うん、そうでそしてここの小倉商店の隣がテニス部の部室だったんだけど、小倉商店で買って、でカップラーメン食ってみんなテニス部の部室行ってタバコを捨てるっていう阿波高生の実態があった。俺は行ってないけどね、俺は体操場で飯食ってたけど、大体のみんなは、俺とエスピオンは体操場、他の、ワルドもね、みんな、そうテニス部の部室でタバコ吸ってた大蔵で飯食った後に。